こんにちは、パルトラです。今回ご紹介するのはゴジラストア限定 MG2-450 内蔵メカオーロラバージョンです。このメカゴジラは1975年に公開されました映画メカゴジラの逆襲に登場したロボット怪獣です。今回はゴジラストア限定版として町工場の技術を結集したメカゴジラ2号機の日本製レトロソフビとして立体化されました。それでは他のフィギュアと一緒に並べて少しサイズ感を見てみたいと思います。まずはムービーモンスターシリーズのメカゴジラ2号機ですね。これと並べるとこんな感じです。そしてですね、はい、こちらですね、デフォリアルのメカゴジラ2ですね。リック限定版ですけどね。これと並べるとこんな感じになります。そしてもう一つですね、はい、Xプラスのね、30センチシリーズのゴジラですね。これはゴジラ1975ですね。発光バージョンになりますがね、これ横に並べるとね、ほぼね同じようなサイズになってますね。はい、こんな感じですね。まずはね、パッケージのヘッダーの部分を見てみましょう。世紀の大怪獣ゴジラとねバラゴンがね描かれてます。そして反対側にはね、ゴジラと赤文字で書かれて、ゴジラとキングギドラがね描かれてます。今回のこのメカゴジラ2ですが、ゴジラストアの商品紹介のページではですね、メーカー名がねはっきり書いてませんでしたが、ここにちゃんとね書いてますね。製造販売マルサン、つまりはですね、マルサンの製品だということですね。それでは本体見ていきましょうか。いやー、このね持った感じが重いんですね。これ二重構造になってますので、外側にはねクリア成形によるメカゴジラの表面、そして内側にですねメカをかたどったフィギュアがもう一体入ってる感じですので、まあ重さが2倍になってるんでしょうね。ずっしり重いです。いやー、これは素晴らしいですね。まずですね、この内側のねメカの部分には丁寧にね細かく墨入れされてますよね。これ素晴らしい。このね首のあたりからですね、ずっとこのボディの部分、そしてこの足先までね、すごく細かくですねこうメカがね表現されてて、墨入れが単純にされてるだけではなくて、オーロラシートというねものが使用されてまして、この光をね反射するときにこう虹色にね変化する感じがあるんですね。こんな感じでこう角度によってねこういろんな色がこうして出てくるんですね、反射によって。これがね綺麗なんですよね。なんと素晴らしい重厚感。そしてこのね目がねオレンジ、これがゴジラストア限定版の特徴であるっていうことですね。光が反射することによってね凹凸感がね割とこうしっかり出ますよね。かっこいいなぁ。はい、耳はねしっかり赤いですよね。でまたね表面のねクリアのね成形の部分の造形がねなかなかこれ細かいですね。いやすごい、本当にこれねこの輝きね、尻尾のあたりのこの輝きなんか本当綺麗ですね。あのね貝殻のね内側みたいなねそういう反射の仕方してますね、これね。めちゃめちゃ綺麗だわ。このねクリア成形のね背びれも
これもね、ちゃんと光を通して綺麗なんですよね。かっこいい。はい、ちゃんとここに腕の部分にですね、MG2、メカゴジラ2のね、マークが入ってます。これかっこいいですね。いや、なんとも言えないですね。このね、表面がクリアでね、透けててね、内側にこうメカが見えてるっていうのがね。いや、これはね、すごくね、重厚感ありますね。迫力あるわ。はい、足の裏側こんな感じですね。ここにね、ちゃんと丸さんのマークが入ってますよね。これちゃんとね、稼働するんですね。腕がね、付け根から稼働するのと、はあ、このね、手のひらの部分、これも回転します。これいいですね。そして首は、おそらく、あ、首のところもね、ちゃんと回転しますね。そしてこの足の部分もね、付け根からこのように動きますね。はい、ちゃんと稼働します。いいですね、かっこいい。そしてこのメカゴジラはですね、この腰のね部分、胴体の部分もこのように回転します。それからですね、今回のこのメカゴジラですね、この頭部ですね、これが、はい、このように外せるんですね。外した頭部はね、こんな感じです。いやー、スケスケですね。はい、綺麗ですね。そして頭部を外した中身がこんな感じで、あ、この辺ね、いろんな色が使われてて面白いですね。そしてですね、ここもちゃんとね、このように回転します。X プラスの東方30センチシリーズのゴジラ1975とね、ツーショットで並べて撮影してみましたけれども、だいたいね、サイズがね、ほぼ同じなので、このように一緒に並べててもそんなにね、違和感は感じないですね。このレトロソフビもね、私は最初はね、あんまり興味なかったんですが、今このね、左右に置いてますヘドラね、このヘドラのレトロを買い出してからですね、徐々に興味が湧き出しまして、今回ね、このメカゴジラ、なかなかね、インパクトがあったので購入してみました。このね、レトロソフビの独特のね、この柔らかいイメージというかね、優しいイメージ、これがね、すごくね、好感が持てていいなと思います。これからもちょこちょこね、レトロソフビね、買っていくと思いますね。このレトロソフビのね、魅力も追求していきたいと思ってます。はい。ということでですね、今回ご紹介したのは、ゴジラストア限定 MG2450 内蔵メカオーロラバージョンでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。